伊勢神宮のね、おかげ横丁で買いました生ウイロですね。トラヤウイロですね。これをね、今から食べたいと思います。生ウイロはね、初めて食べる。よいしょ、よいしょ。何これ。あ、食べるやつか。あ、あ、もうそのまま入ってんのか。はい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 。切り分けよう、切り分けよう。これ断面見てもらったらわかるんだけど、これがトラウイロ。で、こっちが栗ウイロですね。もう完全に寝起きウイロでございますよ。はい。楽しみにしてたんでね。はい。熱い緑茶です。あるねー。じゃあまずはこの栗ウイロから。これが一番人気なのかもしれないですね。なんか栗ウイロはね、なんか2ケースぐらいでこう展示されてたから、これが一番売れるのかもしれない。結構ね、やっぱ弾力があるんですよ。いただきます。うん、このもきもきした食感、うん、これがたまらなく好き。羊羹とはまた違う食感ですよね。うん、あー、幸せだね。じゃあ次は、トラウイロ。お店の名前の入ったウイロですね。なんか柚子とあんこだったのかな。なんかそんな感じのことを言ってた気がする。あ、ほんのり柚子の香りがする。いただきまーす。んー。うん、おいしい。うん。柚子メインの味だ、やっぱこれ。これすぐ食べちゃうな。うん、おいしい。はい、ということで次はですね、こちら。まあでもこれはですね、三重県の旅行動画、ホテルに泊まってる時にまあ食べたんですけど、これめちゃくちゃうまいの。生地がほんとすごいもっちもちでさ、でこしあんなんですよ。まあ粒あんも好きですが、どっちが好きかって聞かれるとやっぱこしあんの方が好き。マジでこれすっごいもっちもちなの。ほら、すごいもっちもちなんですよね。うん、うん、で今日はね、お茶ではなく、コーヒーをね飲みながら半兵衛餅いただきます。あ、甘いのと苦いのってなんでこんなにも合うんだろうね。おいしいよ、こりゃこりゃおいしいよ。もうもっちもちした食感の食べ物大好き、もうほんとに。うん、餅のお菓子、餅系のお菓子とかほんと大好きっすね。うん、おいしい、うん、すっごくおいしいよ。うん、もっちもちしてておいしいよ。
はい、あとですね、これはちょっと三重県の方で買ったわけではなくて、愛知県のね、どこのサービスエリアかな、ちょっとサービスエリアの名前忘れちゃったんで、あ、岡崎かな、ちょっと愛知県のどっかのサービスエリアに寄った時に、買ったんですけど、なんかどっかで見覚えあるなと思って、ちょっと気になって買ってしまいました。生しるこサンドでございます。なんだろう、なんかこれを見た時になんかね、ふと思ってしまったんですよ。何をふと思ったのかわかんないんですけど、でも多分ドラマかなんかアニメか何かしらで見た気がするんですよ、その生しるこサンドっていうものを。それで買ったのかな、確か。うん、生しるこサンドを誰かが食べてたからちょっと気になったのか何なのか思い出せないんですけど、しるこサンドではなく生しるこサンドっていうことですよね。何が生なのだろうかっていうね、何が生なのかと。なんかビスケットみたいな感じで、中におしるこあんこかな、おしるこあんが、挟まってる感じかな。よし、いただきます。うん、うん、あ、うまっ。まあもちろん甘いんですけど、お菓子なんで、最初口にハムって入れた時のこの、舌触り、食感、しっとりしてましたね。しっとり、外側がちょっとしっとりしてるんですけど、実際噛んでみるとサクサクしてるんですよ。で、中のおしるこのあんこがちょっと塩味を含んでるのかな。うん、なんかね、おしることは違う気がするんだけど、おしるこってわけではなくしるこサンドだからね。しるこ、しるこサンド、どういうことなんだろう。でもこのしるこっておしるこのしるこじゃないのかな。うん、そこまで甘ったるい感じしないから、なんか無意識に 何個かパクパク一回で食べちゃいそうな気がする。危ない危ない危ない、危険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 だよこれ。あともう一つね、買ってきました。まあこれは正直僕が買ったわけじゃなくて、母ちゃんがこの箱、これはね、伊勢神宮の、内宮行った時のあのお祓い町、あの商店街みたいなとこ、うん、なんかいろいろとなんか漬物とか、佃煮かな、佃煮系とか、なんかいろいろね、甘味料とか、なんかいろいろ置いてありましたね。うん、お店の名前ちょっと忘れちゃったんですよ。あ、そっか、これか、マガタマのクッキーかな、サブレだ、マガタマサブレっていうやつですね。で、マミーはサブレが食べたいんじゃなくて、この箱が欲しかったっていう理由らしい。それで買った多分これで最後だと思う、お土産、お菓子類のお土産は。あとはなんかこう、飯のお供的なものを買ったりとかしてたんですけど、まあ、ちょっと今撮ってるシーンもですね、だいぶ最初のお菓子紹介の方から日が経っておりましてですね、多分もう、伊勢で買ってきたそのご飯のお供系、おかず系はもう食べちゃったと思う。うん、紹介する前に、家族が。うん、マガタマの形します。いただきます。うん、うまい。サブレはやっぱなんだろう、口の水分が持ってかれる感じがしますね。はい、ということで以上かな、向こうでいろいろ買ったもののそのお菓子系は。うん、やっぱなんやかんや言って赤福が一番かな、たっぷりのこしあんね。うん、あのお餅ね、赤福はやっぱ有名だしうまいよ。ということで、皆さんは何か気になったお菓子ありましたでしょうか。また来年にですね、伊勢神宮の方にね、行くとは思いますが、まあ多分来年も僕も行くかな。うん、去年というか、まあ今年か、今年とはまた違うグルメだったり、うん、でも赤福は絶対買っちゃうかもしれないけど、それ以外のお菓子はね、また違う、いっぱいあったんですよ。ね、でもそこからこういろいろ絞って買ってきたので、
今年買ってきたものとはまた違ったものを買いたいかな、来年は。うん。ということで皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではグッバイ。